も全部買いました。今回は池袋で開催しているヴァンガードコラボカフェに潜入。かわいいグッズやここでしか食べられないメニューなど、ファンにはたまらないコラボカフェの様子をお届けしちゃいます。皆さんこんにちは、仙道恵美役の榎本敦子です。おやおや、なんと今日は外にいるぞ。今日はですね、なんとヴァンガードのコラボカフェをやっているグラフアートカフェ in 池袋さんにやってきました。イエーイ。なんとですね、今回はですね、ちゃんとロケ隊を連れてくるという個人 YouTube なのにめっちゃ豪華っていう。今回コロナでね、なかなか来れないよっていう方も多いと思うので、この VTR 通してですね、ぜひみんなで体感してほしいなと思います。じゃあ早速行ってみましょう。店内を覗いてみると、いらっしゃいました。あ、すごい、見て、手書きかな、かわいい。これをね、まずやります。ちゃんとバッチリやります。うわ、これが今回のあの書き下ろしのイラストなんですね。これめっちゃ可愛くないですか。もうこれにずっとキュンと来てて、コラボカフェ終わったらもらえないかな。さらに奥に進むと、お邪魔します。あー、すごい、店内一面ヴァンガード尽くし。ここにあの、まあ、カメラさんちゃんと撮ってほしいですけどね、この人が描いた式です。素敵。やっぱね、ちょっと高いところに貼ってあるよね。私発見です。かわいい。こちらがエミちゃんです。喋らせてみるね。グラフアートカフェにようこそ。キャラ声で喋ってみました。誰もいなくてよかった。ではここからはコラボカフェの内容を紹介していくね。まずは新規書き下ろしイラストも登場、グッズ販売。これは絶対に買う、アクリルスタンド、カイくんです。うちの玄関に飾られることになります。なんでカイくん好きなんですか。推しに理由はない、好きと好きに理由はないの。気がついたら好きだったの、アフレコしてる時から。すべてのアニメのキャラクターの中で一番好きなんです。これと、じゃこれも買う。これも一個ずつやってみますか、せっかくだから。あ、まゆみちゃんも弾きたいですけどね、絶対にカイくんが弾きたい。まあでもどれ当たっても嬉しいけど、カイくん自引きしたいですね。これ書き下ろしですね。今までエミちゃんがこういう風にメインで商品になるってことがなかったから、すごく嬉しいし、なんかこのイラストはちょっとキュンときちゃって、これも買おう。でもさ、これ買うってなるとアイチも買わなきゃいけない。何 K になる。6K ぐらいじゃないですかね。大人なので大丈夫です。お願いします。ありがとうございます。それでは合計8K だった。はい、お願いします。ちょっと買いすぎちゃったけど大満足。早速中身を確認です。はい、ということでグッズの開封式やっていきたいと思います。ちょっと今ね、一人なので私だけマスク外させてもらってます。お宅あるあるだよね、ざっくり計算してレジ持っていくとちょっと高いっていう。まずはやっぱりこのアクスタから紹介したいと思います。おえみちゃんのアクスタです。そしてアイチもいるよ。いいですね、やっぱこう飾るべきでしょうね。超可愛くないですかこれ。この書き下ろし見た時もほんとちょっと痺れちゃいましたね。兄弟で玄関に飾ります。そしてカイくんもね、あったんですよ、来たかと。アクスタいいね。缶バッチセット、イエーイ。缶バッチいっぱいつけるバッグみたいのありません？なんか流行ってるよね。街で通り過ぎると自分のキャラがないかめっちゃ見るので。みんなつけてください。さあ、そして問題で、缶バッチとプチスタンドが
ランダムということで今から開封します。何が出るかはお楽しみ。全10種類のアクリルプチスタンドと缶バッジ、お目当てのカイ君ゲットできるかな。じゃあまず缶バッジから。引けたらどうする。いやでも10種類ってまあまあですからね。違うと思う。コーリーミモリーあげるねあー出なかった。プチスタンドにかける思い。今度こそカイ君が出てきてくれるかな。わかんない。誰かな。アイチー、かわいい。絶対カイ君欲しいまあツイッターに交換希望出そうかな。ゆずる、アイチ、もとむ、カイトシキ。あ、なんかカイ君出なかったけど満足ですコラボカフェには他にもグッズがたくさん。グッズ購入だけの来店も OK ですよ。続いては限定特典付きコラボカフェメニュー。さあということで待望のコラボメニューを頼みたいと思います。4種類あるみたいです。イエイ。バードファイト部のみんなでレッツヴァンガードドリンク、アイちゃんとエミおすすめスペシャルドリンク。何味なんだろう。ブラスターペアも大好きパフェ、これいいですね。店長代理もお手伝い絶品パンケーキ、これ迷うな。でも今日6桁いるからみんなで食べるよね。これも頼む。あ、じゃあ全部で全部お願いします。イエーイ。さあ、じゃあ腹ペコなのであれしちゃいますよ。いきますよ。リアライズ。はい、魔法を使いました。さすがです。出てきた、ぴょーん。美味しそう。すごいですね。ちゃんと本当に私食べますからねさあ、それでは食べます。パンケーキめっちゃ美味しそう。いただきます。あ、すごい、結構分厚い。お味はいかが？本当にね、なんていうの？おやつの味。なんかこうおやつで食べるパンケーキの味っていうか、すごく美味しい。さあ、そしてエミちゃんおすすめのドリンク、アセロラらしい。いただきます。夏ってちょっと酸っぱいもの飲みたくなったりしません？なんか私結構そうだから嬉しい。すごくすっきりする。めちゃくちゃ美味しいです。そしてコラボメニューを注文するともらえるのが全12種類の数量限定コースター。大好きなカイ君が当たるかな。はい、ということで大切な大切ないただけるコースターでね、ドリンク単品だと1枚なんだけど、ドリンクとフードを頼むと3枚もらえたりとかするので、私たちは6枚、なんと6枚ゲットしました。いや、もうこれもう完全忖度なしの完全ランダムですからね。もうやばいですね。これはいけるでしょう。さあ、1枚ずついきたいと思います。めくらなくてもまあそうそう、そうそう、いきます。せーの。あー、エミちゃん。あー、もうこれはもうあとめくらなくていいなめくら、すごい。せーの。じゃーん、おー、CM。 イエーイ。せーの。あー、イムキー。ヴァンガードイフメンバー出るとやっぱ嬉しいですね。せーの。あ、アイチ来たー。嬉しい。まあ、願わくばもう一枚から欲張り。いきます。せーの。
く寝ますね。じゃあそれぞれあのそれぞれのキャストさんにあげようと思うんですけど、カイ君は私が連れて帰ります。はい、コースターこんな風にもらえますので、皆さんもぜひやってみてください。続いてはヴァンガードのカードになれるカードフレーム。はい、こちらに枠がありました。すごい、ヴァンガードグラファートカフェイン池袋というカードで、パワーが14000、クリティカルプラス1、ユナイテッドサンクチュアリでヒューマンということでございます。よくできてますね。今ここだと美咲さんと一緒にこう入ってる感じ、写真撮ってほしいです。イエイ。はい、いいですね。パワー14000か、勝てるかなぐらいの感じです。お店には手持ちサイズのキャラクターパネルが置いてあるので、こんな可愛い写真も撮れますよ。はい、ということで、今日いろいろ見てきたんですが、お客さんが書いていくノートがあったので、これ私も書いちゃいたいと思います。わあ、もう中が素晴らしいんですよ。見てください、みんな。やばい、ハードルが上がってる。イラストめっちゃ上手、かわいい。あー、見てください、やっぱみんな愛知で書いてる人多いですね。愛知上手。どうしよう、絵が1ミリも描けないんだけど。サイン描けばいいよね。じゃーん、描きました。今本当絵描けなくてごめん。いつも応援ありがとうございます。なんかね、やっぱりいいですね、コラボカフェ全部ヴァンガードだから、なんか私もとてもテンションが上がりました。31日までヴァンガードとのコラボやっていますので、皆さんぜひ遊びに来てください。ウェブで予約もできるし、当日来てもいいし、グッズのみで、来店される方もいらっしゃるそうなので、ぜひ見に来てください。